よし、それじゃあ一緒に筋トレしましょうか。今日やるのはね、家でもできる、自重トレーニング系一緒にやっていこうぜ。視聴者さんよ。さあ、じゃあ行きますか。さあ、それじゃあまずは腕立て伏せやっていきましょう。筋トレ慣れてない方とか、またダイエット目的の方は、まだノーマルプッシュアップでね、1セット15回ぐらいを目安にしていきましょう。筋肥大を目指している方、一緒に限界までやっていきましょう。まだ15回、いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、とまあまずダイエット目的など方はよく頑張りました。よし、じゃああとは一緒に限界を迎えていきましょう、このセット。ではちょっと数回座るよ。筋トレのせいでね、筋力めっちゃ落ちてんだよね。申し訳ない。ちょっと不甲斐ない姿見せるから、いつかこれリベンジしてえな。じゃあいくよ。16、17、18、19、20、マジでさ、筋トレサボるもんじゃねえや。一セットだけだけど、ちょっと水分飲ませて、取らせて。いや、調子乗ってね、僕の方は今、デクラインプッシュアップしてたんですよ。デクラインプッシュアップってのは、足の高さを上げるやつですね。今、ベッドの上に足を乗せて、腕立て伏せしました。こうするとね、負荷がね、よりかかるんですよ。あとね、胸のね、上部分がね、鍛えられるっていうね、噂もある。だから、お酸っぱいがお尻方はね、で、しかも負荷が足りないと思っている方は、ぜひ、デクライン、やっていきましょう。さあ、水分取ったし、2セット目いくよ。2セット目。筋トレに慣れてない方や、ダイエット目的の人は10から15くらいを目安にしていきましょう。限界までやると筋肥大しちゃうんで、ある程度の部分でやめるのが、細身な体を保つための秘訣です。筋肥大を目指しているそこの君、僕と一緒に限界まで行こう。ちょっと今日限界早いんだよな。ごめんね。絶対これリベンジするから、30回とか行けてる時のね、動画また作るからね。じゃあ行くよ。僕はデクラインで行きます。他の皆さんは、それぞれに任せますよ。よし。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ダイエット目的だった方、お疲れ様。よし、残りの方、デクラインやってる？ノーマルプッシュ、なんでも OK。限界まで行きましょう。私ちょっと今回僕、限界早いっすね。すいません。11、12、13、14、15、いや、マジ。3、4ヶ月も筋トレサボってると、こうなるね。3、4ヶ月どころじゃねえかも。半年ぐらいサボっちゃったかな。すいません。皆さんに情けない姿を見せてしまって。これでもね、調子良かった時期はね、デクラインプッシュアップ1セット目40回、2セット目30回、3セット目20何回とかできたんですよ。今日ちょっと、不甲斐ない姿見せてますね。すいません。ちょっと筋トレリハビリってことで、許してください。けどね、筋トレはね、そう、筋肥大を目的としてるんだったら、数とかじゃないんですよ。
重要なのは限界まで追い込んだ限界まで追い込むこと、それが重要なんですよね。よしよいしょ、3セット目いきましょう。さあ、ダイエット目的や初心者の方は3セット目はね、まあ、体も疲れてるってのもあるんで10回ぐらいを目安にしていきましょうね。もう限界を迎えないようにいきましょう。余力を残した感じを終えていきましょう。筋肥大を目指す方は僕と一緒にギリギリまでいきましょう。ちょっと今回何回いけるかな。10回は超えたいな、3セット目。あまりにもちょっと不甲斐ねえやけどね、自業自得だ、やっていこう。よし、筋肉を裏切った僕への罰なんです。これから関係性を取り戻す。ああ噛んじゃった。いきます。1、2、3、何でも、ああもうダメ、いけない、ちょっとノーマルプッシュでいきます。最後ノーマルプッシュアップで最後やらせてください。いきます。よいしょ、よいしょ、1、あーもうちょ無理こ、マジマジもうブルブル。いや、ほんと筋トレサポートこんなに落ちるの、筋力全盛期のアビタカに戻りたいもんですね。はい、やりきったそこのあなた、もう素晴らしいっす。参ったぜ。僕も君みたいにね、自分自身をもっと追い込めるようにこのリハビリ続けていきたいと思います。次回のリベンジ待ってるよ。というわけで腕立てのコーナーはここまで。次のコーナー行きましょう。よし、じゃあ次は王道行く腹筋やっていきましょうか。腹筋ね、みんなね、コツというかね、気をつけたいとこは反動をつけないように行きましょう。腕のスイングとかでなんか勢いで任せるような、ああいうのは負荷が、お腹に対する負荷が弱まっちゃうので気をつけていきましょう。常にお腹の力を使って起き上がらせるようにしていきましょうね。よし、ではいきます。腹筋ダイエット目的の方は15から20ぐらいとかかな。初心者の人もそんぐらいでいきましょう。筋肥大を目指している方は先ほどの通り限界までやっていきましょう。僕これ何回できるかな、結構サボりがちゃったんでな、腹筋。じゃあ頑張ります。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。よいしょ、ひとまず15から20を目安にした方、お疲れ様、よくやりきった。さあ、あとは限界までね、目指す人たち、ここからまだまだ頑張っていきましょう。僕もね、君たちついていけるようにね、気力を振り絞っていきます。さあ頑張っていこう。21、22、23、24、全盛期は40とかやってたじゃん。まだまだ負けてらんねえ。25、26、あと4回は来てえな。27、よいしょ、28、くそ、わかんない、いけるいける、いやもう一回、お腹、気力、28、よし、あと2回やりて、やりきりて、29、20、まだいけるでしょ、反動は使わない、いくよ、29、くそ。
いやー、悔しいことに僕は28回まででした。君はどんくらいやりました？コングラチュレーション。その回数は素晴らしいよ。いやけ、回数じゃない。やっぱ自分を追い込めたっていう、そこに惚れるね。け、僕も負けらんねえな。2セット目も限界ね、振り絞っていきたいと思います。ちなみにね、大体ね、筋トレってのは3セットやったらいいんだけどね、さっきの宇治田さんみたいに2セットでバテちゃう時もあるけど、まあ一番重要なのはね、限界まで追い込めたかどうかなんです。あとは僕が筋トレ久しぶりだっていうことで、ちょっと勘弁してください。勘弁してね。さあ、じゃあ2セット目いきますか。よし、君には負けねえぜ。よし、僕もね、根気出していくんで。根気だよ、根気。本気じゃないよ、根気。いや、もうどっちも一緒か。どっちもどっちも。さあ、結構疲労が溜まってきたね。そこのダイエット目指してる方や、筋トレ初心者の方、次は10から15ぐらい目指していきましょう。まあ、僕もちょっと2セット目10いけるかな。ほんと、全盛期の頃が懐かしい。いくよ。1、はい。2、3、4、はい。よいしょ。6、4、早い早い。15は行きたいんだよ、僕だって。2セット目でも9回しかできないなんて、そりゃちょっとね、最近痩せたって言われるわけだよ。筋力落ちてるんだよ。悔しいな。いや、マジこの動画絶対リハビリじゃない。あ、絶対リベンジさせてください。次1、2ヶ月後に回数30とか余裕で言ってる僕の ASMR、 あ、シチュエーションボイス、どっちでもいいや。どっちでも言えないかもしれないけど、そういう動画また出すんで、今日はね、ちょっとね、勘弁してください。やっぱ久しぶりの筋トレは何回か楽しいな。さあ、裏切ってしまった筋肉たちに、これからね、地道に報いていきたいと思います。そのためには、3セット目もう数回でもいい、限界までやって。さあ、ダイエット目的の方々は無理せずにね。無理しちゃうと筋肥大しちゃうんで、逆に太ります。いい意味でね、いい意味で太る。そう、筋量が増えるって意味で太ります。だから細身を目指している方は、むしろ余力を残していきましょうね。腹筋も現状維持でやっていきましょう。そうじゃない君、一緒に頑張っていこう。何回できるの、あと。いくよ。1、2、3、4ぐらいいけるだろう。よし、いった。まだまだ。まだいけるでしょ。いけ。よし、で、またバタリとゆっくりと倒れて、はい。じゃ、6はもう無理。これマジで僕の情けない姿をさ、録画してるだけじゃん。くそ。そういう君は何回できたのさ。マジでそんなにできた？やるね。僕も負けらんねえな。今日はもうね、君に乾杯だよ。君は素晴らしかった。だけどね、次回の筋トレでは、僕だって負けないからね、一緒に筋トレ頑張っていきましょう。君とは、筋トレで競っていきたい。さっさ、じゃあ今日の動画は腕立てと腹筋でここまでにしたいと思います。それじゃ、最後は一緒に、ビクトリー！